これ椅子寄せてから。まあ、そもそも俺がその椅子座ればよかったんだけどね。あ、もういいよ。うん。あ、ショックだな。何が？かぶらない。かぶらなかった。うん、あれ結局行けないの？台湾は行けない。じゃあ、何時間がずれてる。来年の話。来年？千どこですか？え、待って、今。これ？これ？そうです、そうです。時間だな、遅い。あ、やばい、やばい。倒れる。あー、OK です。OK です。10秒前です。はーい。5秒前。We are way to皆さんこんばんは。今夜も数あるラジオ番組から FM ギノワン飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はかりゆしエアー提供による航空系情報エンタメ番組です。あ、ごめんね、あなたですよはい、ごめんなさい、はい。今夜の46便のフライトアテンダントは私近藤とアシスタントのすずとミキサーの翔也ですと、あと、本日、はい、ゲストに、いつものリスナーさんでいたらあのアルファイングケインさんが、来ておられます。よろしくお願いします。今日も多分ゆるゆると、はい、あのやっていくと思いますので、はい、で、今夜のフライト、46便はですね、飛行機のシートと題して、うん、まあ、なんだろう、あれだね、まあ、はい、あのシートの、まあ、座り心地だったりとかねまあそういうもんね、細かいねとかだったり、ね、あの座る位置だったり、うんうんうん、もしくはあのシートのそのなんだろう、何、あのクラス、クラス、ね、あ、はいはいはい、エコノミーからあのファーストクラスまでね、うんうんうん、とか、まあとにかくいろいろもろもろ、ね、シートに関わることを、うん、ゆるーくね、またいつものように、はいはい、やっていけたらなと思います、はい。ただいまのギノワン市の天候は晴れ、気温は30度との報告を受けております。わずかなひとときではございますが、今夜も飛行機空のお話をお楽しみください。飛行機アイランドではご搭乗のお客様から番組へのメッセージやツイキャスへのコメントを受け付けています。宛先はisland@fmginowan.comisland@fmginowan.com です。飛行機アイランドは空撮をもっと身近に、かりゆしエアー、航空ファンが集まるお店、那覇市境町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい、早速、ツイキャスリスナーさんが、来てますね。はい、はい、ちょっとどこからどこからか、はい、ファミコンさん、空軍一号さん、ミッチーさん、世田谷のコーラゼロさん、あと、ワタさんですね。はい、こんばんは。なんかミッチーさんはなんかお久しぶりのような気がするけど、何、どうしたの、音楽大きいかなと思って今日。あ、うん、もうちょっと小さい方がいいかな、うん、かもしくはヘッドホン自体の音が大きい気がするんだけど、さっきめっちゃ大きかったよな。今ちょうどいいかも。今ちょうど、うん、ちょうどいいかも、うん、はい、何を言おうと思ったんだっけ忘れすぎじゃないさ、どうする、ね、あ、さっき の, あの LCC のさうんうん、うん、あれの話って話題出してもいいの。 LCC じゃなくてジェットだった、うん、あ、間違えた、 LCC だよ、そう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 、ぼかしたんだけど、 いや、いいんじゃない、うん、今日の4時から発売
セールで発売が開始されてますね。そうそうそう。で、あの台湾まで安く行けないかなみたいなの先さ来年でしたね、台湾は。あ、そうなの。うん、期間は多分9月からいつまでだったかな、ちょっと細かいところははっきり覚えてないんですけど、台湾が2,990円で行けて、成田から、うん、で、東京とか沖縄から東京とか名古屋には、まあ、ちょっと発売期間とか、ね、うん、行く期間が決まってるんですけど、うん、1990円で行けるらしいです、うん、でうまくいけばもしかしたら那覇から台湾まで台湾行けない、成田経由で行けるかなと思ったけど期間が被らなかったわけね。多分 ね、まだ細かくは調べてないんだけど、ね、多分被らないような気がする。まあ多分被らなくてもさ、なかなかね乗り継ぎがうまくいかないと思う、そういうのね、うん、うまくなってんだね。うん、うまくなってる、うん、そうなんだ。そうそう、で行きは安いので行けても帰りがね、うん、普通の通常の金額とかっていうのが、そっか、それどうにかならんからなんか歯がゆいですめっちゃ、まあ、ね、まあ半分でも安ければいいんじゃないの。まあね、そうしないと結局ね、うん、運営自体も成り立たないもんね。まあね、まあね、うんうん、あれですよ、はい、餌ですよ、餌。そうですね、そう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 、安い餌で釣ってそうそうそう、裏では高い餌をどんどん構えてるような形になりますねちょっと切れてるような形だけどちょっとディスりすぎ、ディスりすぎ怖い、だってさ、見つけた時すごい嬉しかったのね。わかるわかる。そうだけど、よくよく考えたら、うん、思ってはいるけども、うん、そうじゃないのを願ってて、うん、こうやっぱちょっとね、市で詳しい人に聞くじゃん、うん、やっぱりそうかよみたいな、ね、航空券安で買って、そうで、とりあえず買ったのはいいけど、うん、手荷物代とかね、あと機内食とか結構高かったりとかね、うん、で意外と変わらないじゃんみたいな、ね、なことがありますけど、はい、まあ、そんな感じですね、そんな感じで始まりは、ちょっと待ってよ、うん、今週のつないでる間に準備しとかんと手際が悪いでございますねいえいえ、はい、それでは、今週の、航空ニュースのアクセスランキングから、うん、はい、まず1位が、MRJ の、フェリーフライト北海道カムチャッカアラスカを経由かということで、三菱航空機はアメリカ、モーゼスレイクを拠点として試験飛行を実施しますが、2016年8月下旬に試験飛行機をフェリーする予定ですと、うん、例の、MRJ、あれが、アメリカ、今、まあ、日本で、うん、まあ、名古屋中心になんかいろんなところで試験飛行やってんだけど、うん、それがついにアメリカの方で、8月下旬かに、はい、ごめん試験飛行を、やる予定なんだけど、その時に、まあ、北海道カムチャッカ、要は、まあ、まあ、北極の方、北回りでアメリカに行くんじゃないみたいな感じのニュースが、それ遠回り？遠回りじゃねえ、遠回りではない、近いの？うん、そうなんだ。一般的な世界地図で見たら遠回りっぽく見えるけど、見えるよね、実は近い。あ、そうなんだ、うん、地球丸いからっていう。まあね、はい、2位、テレビ朝日、8月14日ザ・スクープスペシャルで緑十字機の飛行機を紹介って、なんだこれ、なんでそれ、わかんない、あ、そのテレビ見てない。うん、8月14日にあったりとかしてるね。緑十字機の飛行機知ってます？いや知らないです、初めて聞きました。そもそも緑十字、なんか緑十字なんか聞いたことがあるような気がするけど、聞いたことあるけど思い浮かばないですね。うん、まあ、多分知ってる方ね、リスナーさんが書いてくれるかなって気がする。よろしくお願いします。なんちゅう本当、頼ってるよねはっきり言えばいいのになんちゅうはっきり、はい、いいさね、頼ってお互い様だしね。そう、リスナーあっての番組でしょ。はい、はい、そうですね、はい、では、3位、ANA の787、8月14日に成田でエンジントラブル、うん、遅延便や、カーフィー発生、全日空が運航する ANA959 便が2016年8月14日成田空港の滑走路から上海に向けて離陸する際エンジントラブルが発生し、他社の運航便を含め、成田発着便に大きな乱れが発生と、これいつだったかな、確かなんだっけ、先週の放送って言ってたっけど12日だったよね、うん、で、その日に確か、ANA さん荷物のトラブルやらかしたり、はいはいはい、で その後、まあ、2日後ぐらいにまたこれだから、まあね、ちょっと、まあ、緊張感というか、まあ、もうちょっと緊張感を持ってやってほしいなみたいな、まあ、
誰でも失敗はあるよ、うん、いやあるけどあるけどね、こう続くときは続くよ続くとねやっぱりね、うん、なかなか大きいところだからね、うんうん、これなんか実際あの火吹いてるところがなんか映像撮られてたらしいんだよね。あ、そうなんだ。あ、そう、映像ついたらとかも出ました、ね、うん、ありましたね。知らなかった私は。まあでもなんだろう、エンジンドライブでその離陸とかその滑走する際に、うん、結構エンジンから火吹いてる動画って結構転がってるから、あるよね、そこまで珍しいもんでもないけど、うん、自分が乗ってるのにで火吹かれたらやっぱ怖いよね。そうですね。爆発したんじゃないかと思うよ軽く。ね、あ、うん、緑十字の話が来てますね早速、うん、終戦直後の話かなというか、あるんですけど、まこちさんから太平洋戦争終結後の、終戦連絡事務処理のために飛んだ旧軍機で緑十字が書かれたからそう呼ばれている飛行機たちのことですか、うん、多分あかもしれないね、多分そのことでしょうね。8月14日ってあるんで戦争の時のあれだ、ね、あ、うん、ね、放送で終戦企画緑十字機決死の飛行みたいな感じで書いてあるんで多分そうでしょうね、うん、はい、まあ、次は、ニュースの4位、空自向けの、F35A 初号機組み立てと塗装が完了、機体番号は、698701かみたいな感じですね、5位デルタ航空羽田発着枠配分の影響で、成田、ごめんちょっと読めなかった、まあ、成田と米国線など運休秋からというふうに、ありますね。で、6位デルタ航空、これも同じか、成田発着ニューヨーク、ジョン・F・ケネディとの関空線の最終便は10月3日みたいな、うん、要はこれデルタ航空が、まあ、成田線とかを、運休しちゃうよみたいな、まあ、その代わり羽田の方はっていうことかな、ごめん全然記事今見てないからね、ちょっと置いときましょう、あんまりちゃんと把握せずに、いらんこと言ってみたいなのもあれだからね。あ、そうだね、間違ってもあれだしね、そうそうそう、うん、7位テレビ東京8月16日ガイアの夜明けで瀬戸内シープレーンズを紹介、テレビ東京系列の放送局で、毎週火曜日に放送されている経済ドキュメンタリー番組日経スペシャルガイアの夜明けは、2016年8月16日放送で、まあ、ここで切れちゃってるんだけど瀬戸内シープレーンズっていうのが、うん、飛行機の名前、会社の名前、会社の名前、うん、瀬戸内海で、水蒸気を使った遊覧飛行をやってる会社がなんかこの 8月から、うん、開始して、これ結構面白そうなんですよね、面白そう、乗ってみたい、なんかちょっとざっとしか見てないんだけど、うん、なんかわざわざその機体メーカーをなんか買収し買って作ったみたいな話も、あ、そうなんだ、改造したってこと、誰かがしてたから、いやいや、飛行機を買ってきたんじゃなくて自分たちでメーカーをメーカー自体を買って飛行機作ったみたいな話をなんか聞いたような、すごいね、ね、いや、まあ会社のホームページにそういうことは書かれてないからちょっと実際真偽わからないけど、あ、そっかそっか、ただそう、うん、あ、ほら、造船のね、関連会社ってか、造船会社が、まあ、そういったもともと大きい会社だったんだね、スネイシーって結構大きい造船会社だと思うけど、ね、聞いたことある、うんうん、で瀬戸内海で遊覧飛行するんだけど結構ねその離陸、まあ、離陸とか離水着水ってねすごく安定してるらしいんだよね、うんうん、で飛行機 そのスペック調べたんだけど大体、まあ、10人ぐらい乗れて、まあ、最低でも500キロは飛べると、へえ、500キロ飛べたらこっから都まで行けるんだよ、うん、結構だから、うん、沖縄にも使えるのかな、ただ沖縄にあった方がいいんじゃん、それただ瀬戸内海みたいなこう波がさあまり荒くない海だからいいのかもしれないけど、そうだ、波にもよるよね、そうそうそう、沖縄だったら外洋だからさ波が高いからもしかしたら離着陸ができないのかな、離着陸で離水着水ね、水の上だから、うんうんうん、なんですねこのカエルさんの結構いいお値段っていうのは何なんだろう、飛行機どれのことなのかな、何の値段、うん、とりあえずこれはまたちょっと、まあ、この瀬戸内シープレーンズは結構気になるんですよね、本当。でも遊覧飛行ぐらいだったら沖縄でもこれやったら面白いねと思うんだけど、やってないよね実際はね、沖縄では、ね、ヘリコプターの会社がやってる、やってるんだ、うん、でただ那覇空港から出て、うん、みたいな感じですね、へえ、あ、書いてあるよ、ん、沖縄の海から、あ、そうですね、空人さんが沖縄の海から離着水したら綺麗だろうなって、確かに、ね、結構面白いと思う、
本当にね、まあ、飛行場から離発着しなくていいから面白いのね、うん、逆に、うん、乗りたいもん私。そうそうで、定期遊覧、カエルさん、USJ だった。あ、定期遊覧飛行で1人2万4000円からだそうで。高 い, いや、こんな高い。いや、2万4000円そんなに高くないの。あの那覇にアイラス航空というヘリコプターで遊覧飛行してる会社あるんだけど、うん、あそこいくらだったかな。でもあそこも結構たあの、うん、それなりのお値段したような気がするんだけど、ね、これが平均的な価格という、うん、かまあでも2万4000円ぐらいだったら、うん、1回ぐらい乗ってもいいんじゃねみたいな。もうちょっと安いかと思った私。そう、うんうん、2万いかないのかなと、うん、ほら、ミッチーさんから一般的にセスナ機をチャーターすると1時間で10万円。あ、そうなんだ。まあそれなりかなという。あ、で、まこちさんからさっきのあの常石が飛行機メーカー買収してますねって、うんうん、クエストエアクラフトというメーカー すごいね。自分たちあの、うん、あの遊覧飛行なんだろう、ちょっと例えが悪いかもしれないけど、うん、あの要は ANA とか JAL とかが、うんうん、あのボーイングやエアバス買収するようなもん、うん、すごいね。だいぶ大きいことじゃん。で自分たち用の自分たちがやってるんでしょ、うん、運営っていうかね。結構面白いよねそういうの。面白いね、うん、待って、はい、遊覧飛行は1分あたり1000円が相場。1分あたり1000円か。あ、そんな、やっぱ高いよ。高いですよね。1分1000円だよ。でもそれだったらさ、あの、まあ、15分ぐらいで帰ってくればいいんだね。結構食べるでしょ、まあ、15分。1時間で、一応チャーターすると1時間で10万って聞くと、うん、まあね、うん、あ、この金額だと、うん、やっぱみんなで借りれば、うん、2万4000円って安いのかなと思ったけど、うん、だから1時間10万で、まあ、例えば30分5万にしてもらって、それをあの10人で割れば5000円じゃんみたいな。高いね。でもさ、でも30分飛ばすってもやっぱ1回飛ばすのにもお金かかるから、ね、そうだね。まあ、じゃあやっぱり2万ってまあまあいい、そう、まあいいお値段、うん、ちょっと無理だな。まあいいや、あの、うん、自分はあのドローンであの沖縄空見るからいいや。ドローン乗る。乗らねえ、乗らない。そうですか。そうそう、そっちかい。なんて、はい、乗ってるイメージをしてしまった。いや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 、沈むよね海。赤がそもそも飛ばないし。ごめんなさい。いやいやいや、幼稚なこと言って。いやいや、そうです。大丈夫大丈夫。はい、買いましょう。うん、ということで、うん、ニュース終わりですね。うん、こんなところかな。まあ、うん、あの気になった、一番気になったのがあのさっきの瀬戸内シープレーンズだしね。うんうん、もう一つ以外、そうだね、あの特に面白そうなものがなかったので。いやだってそんなことないよ。いや、メールでさ、飛行機関連のニュースがあったら、ネタが広げられるのはさっきの瀬戸内なんだっけ、うん、シープレイ、なんだっけ、シープレーン、瀬戸内シープレーンズ、うん、あともう一個ね、あのこれもう何年も前からあるんだけど、うん、今中部国際空港と、ANA ウィングスが空の上での結婚式の募集開始って、ボーイング737型機の機内で挙式、飛行機の中であの結婚式できる予定で、飛びながら飛行機の中で挙式をするってこと、うん、そう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 、そうなんだ、うん、で、あの、まあ、披露宴とかはあの空港の中のその会場でやるんだけどね。結構あのこれ数年前からあるよ。なかなか飛んでる雰囲気ってわからんよね。本人たちしか写真とかでも、いやいや、だから飛行機の中にちゃんとそのレセプションもいるよ。あ、もう乗ってってこと。じゃあ飛んで着くまでの間、うん、挙式ってこと、まあ、それとも、あ、なんか、まあ、遊覧、これ要は遊覧飛行だよ。あ、そうだよね、ゆっくり離陸してあの降りてくるまでの間に式をやるみたいな感じだと思う。不思議だね。そう、うん、なんとなく これは確かね、あの富士山とか飛んでた。で、あのスターフライヤーもなんか以前やってて、それなりのいい場所を選んでるわけね。そうそう、あ、だったらいいかな。あのスターフライヤーがやってた時は、うん、確か北九州空港から離陸して出雲大社、うん、だったらいいね。出雲大社の方飛んでた。なんかただ単に県をまたぐね、うん、あの都道府県をちょっとこう、うん、通ってる間なのかなと思った。なるんですね。富士山とかね、そういう景色がいいところであれば、はい、ね。あ、世田谷のコーラゼロさん、ゼロさんから、走行中の電車で結婚式とか話し合って、あるの、あるの、電車、電車ですか。景色見えなくないですか。飛行機より早い、電車で結婚式。想像つかない。ねえ、うん、そう、空人さん、旅客機チャーター、まあそうですね、チャーターみたいなもん、まあ、チャーターですね、うん、はい、だね、
だから今僕は記憶にある中ではこの ANA さんと、うん、まあスターフライヤーさんの、うんうん、あの飛行機の中での結構空港での結婚式が結構多いんだけど、飛行機の中ってなるとやっぱり初めて知った、私。そう、うん、なんか一回話せなかったっけ。いや初めて、うん、イメージしてなかった。飛行機と、うん、飛行機イコール結婚式っていう、うん、なんか結びつきがなくて。海外なんか結構ありますよね、そういうの。飛行機で、飛行機で、番組で、ある番組でなんか取り上げられて、うん、すごいもう大きい飛行機でめっちゃ飛び回って、おでそこで最終的ゴールの場所でまたなんか盛り上げるみたいな。なんか個人で、うん、まあ、例えば持ってるもので、うん、ね、個人で例えばちょっとした、うん、大統領機じゃないけど、やっぱ個人でそういう、うん、ちゃんとしてるやつでやるんだったらいいけど、言葉が出てこない、なんて言えばいいの、一般的な旅客機。そう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 、でも別にいいんじゃない。いやそこで普段と見ない、要はさっき言った出雲大社とかさ、富士山とかさ、行けないもんね、うん、まこちさんから、飛行機での結婚式、東から西かその逆で太陽を追いかけるフライトとかならロマンチックかもって、うんうんうん、それはロマンチックだね、うん、確かに。で、ミッチーさん、さっきの列車での結婚式、知り合いがやりましたって、貸し切り列車の中で結婚、ね、まあ、祝う会みたいな、あ、まあ、なんかやっぱ披露宴っていうよりは、まあ、ちょっとしたパーティー感、まあ、パーティー感なんでしょうね。スタガのコラゼロさんからも、電車を貸し切りするようですよって。電車の中で宴会する、あら、あったじゃん、うん、NHK でやってなかった。あ、そうなの、あったっけ。なんか昔の番組で、テレビでは見たことないんですけど、あるあのなんかこたつがあるやつとか。ああ、それはちょっと見てないかな、うん、でも自分が見た記憶では、うん、なんか UL をなんか1両貸し切ってなんかパーティーっていう要求のとかのもあるみたいですよ。 UL 沖縄でもですか。はい、すごい。実際やってたのは自分は見たことないんですけどね。まこしさん、まこしさんがの、うん、UL でも貸し切りで、ね、結婚式でやってたはずで、でも UL が那覇空港行きから首里まですぐ着くじゃん。まあ、短い時間ですから、ね、早く選んどけよね。さっさとやらんと大変なことになる。結構駆け込み。ファミコンさんから、式場借りてやるのと同じくらいの値段なら、断然飛行機来の方がいいって。まあね、まあ、好きな人だったらやね、好きな人だったらね、うんうん、そうだね、確かに。そうだね、うん、はい、そして俺も飛行機でやろうかなと思って。2回目、いや2回目も何にもそう1回もしてないもんね。してねえ、してないし、勝手に数を増やしてしまったって。3回目にしてやろうか。いや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 。あ、空人さんが世界一、最近できた世界一大きな航空機なら景気入島くらいまでできそうって。確かに、いやでも A380 とかもう大型機だったら結構できそうな気がするんですよね。ただ大型機借りたら費用も莫大になりそうな気が。うそうだね、相当高くなるんですか。だから本当沖縄みたいにさ、何百人単位 の、 結婚式だったら大型機借りて景気入島までできるかもしれないけど、うん、だからさ、景気入島するときとか、でもさ飛行機って長いじゃん、うん、まあ、例えば100人とかいてさ、新郎新婦が来るまでにさすごい時間かかるんじゃない。思わない。それもあるかも。そう、すぐ会いたいのに新郎新婦写真撮りたいのに来るまで待たんといけんじゃん。だって縦に長いんでしょ。横に長いわけじゃん。まあね、まあ、横でも縦でも一緒なんだけど、うん、なんかちょっとイメージしたらちょっとおかしいなと思って。あと、まあ、2人があれですよね、この飛行機に慣れてる人たちじゃないと、家族とかもぶつかり合いっこじゃん、通るときは。私が撮るよみたいな、あちょっと待っときなさいみたいな。全員ブルブルブルし、ブレが半端ない。なかなかね、シートの枕が邪魔で意外に写真が撮れなかったりとか。まだ面白いね。まだもケーキ入刀とかやるときにさ、急に乱気流とかでグラッと揺れて、うん、顔面から突っ込むとかさ。狭いよ、どこで。飛行機の中でケーキ入刀、まあ、どこで切るの。それは披露宴のイベントだからやらないかもしれないけど、あくまで挙式だからさ。いや大変だね。カエルさんが新郎新婦のドリンクさ。めっちゃ時間かかるじゃないですか。めっちゃ時間かかる。最後の人、一番最後の席の人とか大変じゃん。だから、ね、新郎新婦で超大変だし。いや多分また作ろうにはもう着陸してるんだよ。だからよ、うん、すっごい喉乾くんだろうね。こんなくだらない。
どんなですか。これファミコンさんがケーキナイフは機内持ち込み禁止されてる。そうだよ。そう確かに、うん、あそう前もそういう話をしてたよ。ナイフ自体はダメなんだよ。機内にナイフないよね。うん、うん、ダメ。もともと入ってないって言ってたじゃん。じゃああれだね、あのなんかどっかの町が作ってたあの刃物がない世界みたいな CM みたいにあの、うん、手でやるとか。あありますね。ちょっとあの飛行機から離れていっちゃうね。了解です。じゃあ、まあ、ちょっと一旦CM 曲の方に 曲と CM いきましょうね。はい、はい、OK。 Покрыта снегом наше юное вчера, где мы мальчишками мечтали до утра зайти туда, где высотаи свежий ветер, и надежды два крыла. Мы шли дорогою отцов и покоряли небеса без лишних слов. Там закалялось крылья в сталь, все было правильно и ничего не жаль. Объявлен рейс длиною в жизнь на крыльях туф, мы флаги Родины поднимем в высоту. Идем уверенно, маршруты нам ясны. Тут это сила, это крылья для страны. Объявлен рейс длиною в жизнь на крыльях тут. Мы флаги Родины поднимем в высоту. Идем уверенно, маршруты нам ясны. Тут это сила, это крылья для страны. Летят года, летают тут и открывают людям мир. И вот отправлен миллионный пассажир. Предела нет всем от винта, и новый лайнер разгоняет облака. А если вдруг настанет час, и злая сила снова станет против нас, и посягнет на солнце свет, страна готова дать крылатый свой ответ. Объявлен рейс длиною в жизнь на крыльях тут. Мы флаги Родины поднимем в высоту. Идем уверенно, маршруты нам ясны. Тут это сила, это крылья для страны. Объявлен рейс длиною в жизнь на крыльях тут. Мы флаги Родины поднимем в высоту. Идем уверенно, маршруты нам ясны. Тут это сила, это крылья для страны. Летят года, стучится в двери уже новая весна, и песни молодости зазвенит струна. Поймешь тогда, что саду цвесть, что имя Туполева в мире звездном есть. По многу раз вокруг земли, подобно птицам наши чудо-корабли, разносят весть о том, что мы творим историю для своей страны. Объявлен рейс длиною в жизнь на крыльях тут. Мы флаги Родины поднимем в высоту. Идем уверенно, маршруты нам ясны. Тут это сила, это крылья для страны. Объявлен рейс длиною в жизнь на крыльях тут. Мы флаги Родины поднимем в высоту. Идем уверенно, маршруты нам ясны. Тут это сила, это крылья для страны. Тут это сила, это крылья для страны. おお、そうだった。最初に言ってもらおうと思って忘れてた。忘れてた最初。最初の段階で言おうかな。いやだから最初と一番最後で言おうかなと思ったんだけど。じゃあ終わった。最後に言おう。ちょっと長めに。うん。うん、音があるさ、これ。あと10秒前。何？大丈夫、始まるから。5秒前。
GPIS information Charlie. Wind 330 at 5. Visibility more than 10 kilometers. Sky clear 2996. お聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。番組ではお客様からメールを受け付けています。宛先はアイランドアットマーク FM ギノワン .com です。はい、先ほど、お届けした曲はあのツポレフの釈迦でした、うん、ツポレフって言っても多分分からない、それに、まあ、あった過去形でもないな、うん、ソ連の言葉、旧ソ連ロシアの、航空機メーカーって言った方が分かりやすいね、釈迦らしいです。会社の歌、そう、会社の、いや、まさかあの外国にも そういう文化があるのかなみたいな。だから本当かどうかわからないよ。ただネットにあったから、あ、面白いと思って。そうだ、最初なんだろう、先週の続きでちょっと、JAL か ANA の、釈迦でも流そうかなと思ったけどなかったから、うんうん、あったらね流そうかなと思って。それにしたんだ。で、それ探してたら、そう、スポレフの釈迦があったから。じゃあ次は韓国とかね。いや、まあ、あればいいよ。あるんじゃん。あるかね。あるんじゃない。探してみよう。うん、うん、はい、いや、結構今の面白かった。いろんな国の釈迦を。いや、釈迦、釈迦っていうか航空機とか飛行機に関連してるね。そうそうそう、航空会社、例えば航空エアラインのね、釈迦とか。そうそうそう。一応なんかアエロフロート、ロシアの航空会社の釈迦っていうのもあったんだけど、それはちょっとダウンロードできなかったから。じゃあ来週シャカシャカで。シャカシャカで。それが言いたかったのね。言いたかった。はい、2回言いたかった。はい。はい。てか、ちょっとさっきの、話のちょっとの続きでさ、うん、ユイレールの貸し切りが、1往復1時間半で10万ほどって意外と安いって、まこちさんから。あれ、ユイレール何人乗れるのかな。2両編成でしょ。1両に何人ぐらい乗れるだろう。2、30人。40人で乗ったら立って、あ、そうか、座ること、座ることできんじゃん。座ること考えたら、うん、何人ぐらい座るんだろう。10人ぐらい。でも真ん中は通路として使うから座るんじゃん。じゃあやっぱ20人。なんかテーブルは置くと思いますよ。あ、少なくとも。でもちょっと待って、10万を20人で割ったら1人5000円だ。うん、この安い高い、うん、微妙、うん、個人的には微妙、うん、分かんない。ユイレール5000は、うん、飛行機なんだろう、まあ、1人1万5000ぐらいで100人ぐらいだったらまだいいけど、うんうんうん、まあ、その感じ、まあ、それはちょっと置いといて、うん、シートの話、はい、まあ、なんでシートの話しようかなと思ったのは、うん、単純に先週 FM 沖縄で、イベントやってましたね。そうそうそう、JAL が、日本航空さんが、うん、クラス J のシートの、うんうんうん、戦場やってて、まあ、それに行って、そうですよね、で次にネタ、今週シートにしようかなって、飛行機のシート、うんうんうん、行きましたね、うん、私と、うん、そう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 、まあ、俺ちょっと遅刻しちゃったけど、いやいや問題はないです、うん、沖縄の人並みに行ってくる。いやいやいや、うちなタイム現地集合だし、 3時に行くって言っといてから3時15分20分ぐらいに。いやいや、私も3時ぐらいに来たし。そうで、なんだろう、ただまあクラス J のシート俺一回座ったことあるんだよね、あれ、うんうん、一回宮古島行った時に2月に、あの時結構広めでしたね、うん、あれは結構、うん、あのシートはすごく、うん、快適、うん、でプラス1000円で、通常の運賃にプラス1000円で座れるから、うん、いいかもしれない、うん、で、ちなみにそういうプラス1000円でちょっと、なんだろう、いい感じ、快適に座るシートっていうのが、うん、スカイマークにもあったりして、この間福岡行って帰るときに、うん、なんだろう、帰りの席、いつも窓際予約するんだけど、その時、うん、予約し損ねてて、うん、で、うん、窓際の席じゃなかったのね、うん、で、CA さんにどっかちょっと、はい、窓際の席空いてたらそっちに変更してもらえませんかって、頼んだのね、うん、でそしたらプラス1000円になりますけど、席空いてますよって言われて、まあ、そっち実際に映ったわけで、それが一番前の席で、はいはいはい、足がめちゃくちゃ伸ばせるの、伸ばせる、うん、スペースがあるよね、そうそう、足元のね、めっちゃ前、足伸ばせて、うんうん、でしかも
電源まであって、うん、iPhone の充電しながら外の景色を撮りながらみたいなね、うん、っていうのができてるから、うん、あれは結構快適だった。たった1000円でね、うん、できるのは、うんうん、そうそう。あ、カエルさんからあの1000円をあれの1000円はお得ってあるけど、うん、本当にあれめっちゃお得です、ね、うん。あ、コーラゼロさん、グリーンシートというのかな、うん、あ、これスカイマークのエアバス330に配備されたやつですね。ああ A330 の話ね、おそらく、はい、なりたかったんですけどね、うん、まあね、意識したことはないですね私。そう、うん、どうせ寝るからなんかあんまり気にしないかなと思っておいてけど結構ね、やっぱりなんだろう、1時間半は我慢できるっちゃできるけど、それを超えるとちょっとやっぱりね、あの足が伸ばせる方がいい。まあね、うん、確かに。っていうか、なんだろう、たまに、なんだろう、隣の人とかがちょっと匂いがきつくてからね、汗の匂いとか、体臭だね、うん、体臭がね、きつい時があって、ね、まあ、それはちょっと1000円から、あ、1000円、シートからはちょっとずれちゃうんだけど、うんうんうん、まあ、1000円で我慢しなきゃめったにないんじゃない、そんな体臭って。まあないかも、ね、香水とかも特にそんなないけど、まあ、あんまりないね、うん、あんだけ密着したらつけないでしょ、うん、ね、え、カエルさんからあのシートでスラベン食べるのいいよって感じますね。なあ、それは良さそう。味噌煮込みスキーさんからもあの1000円嬉しいですんで、結構人気。あ、でも僕自分が乗った時は隣空いてたんで普通に、うん、どうなんだろう、みんな知らないのかな。私は知らなかった、うん、まあね、あ、結構知らない人おるのかも、で LCC でもあるのがね。ちなみにさ、まあその、まあ、プラス1000円でちょっと快適なシートに座るって以外でも、うん、さっき、まあ、話してたやん、大体みんな窓際座るって。俺も窓際座りたかったから、その1000円のシートに座りたいんじゃなくて、うん、窓際に座りたかったから、そう、たまたまその席になったっていうだけやって、うんうんうん、さっきケインさんも言ってたけど、はい、うん、乗るときはいつも窓際、ね、そうですね、多分負けた窓際が多いですね。ね、今ツイキャスで聞いてる人、最後ほとんど窓際座る人ばっかりかな、うん、窓際の人どれだけいるんですか。どれだけいるんだろう、窓際、まあ、多分10人ぐらいいる。いや違う、10秒後ぐらいに帰ってくる。あ、10秒後、うん、ツイキャスタイムラグがあるからさ。そっかそっか、ね、どっかにね、でも窓際って結構あれじゃない、遠慮しない、たまに。なんで、あ、ま、窓見えないから、うん、外の光景もしくは夕日が入ってきて、うん、そうそうそう、寝れないとか。そう、日差しが眩しくて夕方とか、うん、結構私を通り、この窓際の直の人を通り越えて日差しが入ってくるじゃん、うん、あ、日差し気にしてるってなるとは、やっぱり自分でも、まあ、そうですよね、一枚足目ですね、結構小窓からね、だいぶ大量の日差しが、ね、そうそうそう、そうそう、これちょっと思い出したんですけども、うん、先月7月の、ANA の1737便で韓国出発那覇行きの便で、うん、帰りの便が結構日差しが強くても、うん、これちょっと軽く熱中症だと思うんですから、ね、うん、ああ、なりそうですね、うん、一応これ窓さすがにもう暑すぎてもう窓閉めたんですよ、ね、ですよね、そういうのやっぱり熱が伝わってきて、やっぱ小型もう乗った便がもう B737 だったんですから、うんうん、どうしてもやっぱり、うん、それともやっぱり熱が若干こもったもんで、うん、あれはちょっと辛かったですね。ツイキャスコメントすごいですね、だいたい窓際じゃん、みんな、ま、窓際族ですね、ま、窓際族、窓際族誰が言った今。いや、コメントにもあるし、あ、どこね、嘘、すげえな、ファミコンさんから窓際族、窓際族、かっこいい、うん、みんな、じゃあ窓際じゃない人は何族にする。通路族か、ダメだね、あんまりかっこよくない。いいな、窓際族になりたい。いやいや、あ、いやでもね、今の時代逆に窓際族って結構あれじゃん、羨ましい身分だよねみたいな、うん、解雇もされずに窓際でのんびりして給料もらえるといいな。でもなんか狭く感じない、ほら、窓と人に挟まれてさ、トイレ行くのも結構大変じゃん。だったらトイレ、女性は通路が多いかも。私、通路だけど寝た時に口が開いてる可能性があるから、うん、窓際の方がいいのかなと思ったりもするわけさ。寝るので基本的に私寝るんですけど、すごい眠たい時は窓際が良かったなと思うんですよ。口か目が開いてたら終わりじゃないですか。
大変なことね。それこそあの味噌煮込みすきさんが窓際にすると取りに行きにくいので最近は通路側にしますね。そう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 、うん、昔は断然窓際外したけどね。え、分からない、どっちもいいですよね一応ね。でカエルさん、窓際空いてても翼の上だったりとかってあれ、あ、なんか確かに、そう、翼の上だったらね景色見えないです。見えないことはないけど見えづらい。そうそうそう、うん、私窓際に座ったら必ず見ることがあって、うん、この窓枠いっぱいに顔を近づけて、うん、UFO いないか調べるんですよ。関係ないけど、そう、見てやろうと思っていつか見てもいないね、うん、なるほどね。そんな目視できるものじゃないです。いや、あの自分が、なんだろう、未確認の物体だったら UFO じゃん。見たいよ、見たい、未確認飛行物体だから、うんうんうん、見つけてやろうと思って、うん、こう窓際にこう、こうぶら下がってっていうか、なんていうの、当てつけてさ、うん、顔をね窓に見るんだけど、なかなか見ないね。ちなみに空軍一号さんがトイレは近距離線は行かないって言うけど、近距離線の定義がでも、人によって違うかもね。ああ、そうだね、トイレ、うん、5秒後かもしれないし。でも俺 この間、初めて、飛行機のトイレ入ったんだよね、うん、ただその日なんだろう、朝ほんと5時ぐらいまで会社に仕事の人たちと飲んでて、はいはい、でそのままもう朝一の飛行機に乗ったんだけど、うん、でさすがにその時は普段起きて外見てるけどもう寝てて、うん、で、なんか高度下げ始めるぐらいで気分が悪くなってトイレに駆け込んで全部食ったものとか流しちゃったみたいな。出したんだ、キラキラしちゃったんだ。キラキラしちゃった、キラキラしちゃった。キラキラ好きです私。だからその時初めてトイレ入った飛行機の、キラキラはしたくないけどキラキラと言いたい。キラキラね。あ、いいね。そうそうそう。ここら辺からね、出てくるキラキラで。マーライオンしちゃったよ。ちなみになんか一応ね、こういう記事も印刷してきたんだけど、ね、どんなのですか？いや、飛行機なんか要は座る場所のメリットみたいな、前方の座席のメリットとかデメリット、うんうん、あるんだ。うん、前方のメリットはエンジン音が静かとか。これ誰から見て？知らん。一般の、一般的じゃない、一般的にか。で前方のデメリット、旅客機料金が高いで、中間の座席のメリットは機内で最も揺れが少ないため乗り心地がいいとか。そうだね、で確かに。その回デメリットはエンジンがついてるためエンジン音が最もうるさいと。なんか熱く感じるときあるたまに。そう。下にエンジンがあるイメージをしてるので、うん、もしこっちが爆発したら、うん、やばい、私どこに飛ぶ、上に飛ぶんかなとか、なんか勝手な妄想。いや、そう、そんな、熱い、そんなこと考えてたら熱くなってきて、お尻が。いや、そんな気にする前に死んじゃうからいいんじゃない。気にさせて、そこは。多分ね、もうその気にする前に多分みんな、うん、多分ほとんどの人が亡くなっちゃうような気がするんだけど、そういう場合って。面白いね、シートでこんなに話が広がると思わなかった。私もなんだろう、カエルさんから優先席は前方ですよねって、うん、あ、そうなんだ、で、ファミコンさんから翼より前が一番いい、翼より後ろは景色が見えてもエンジンの排気でゆらゆらが出るから撮影に不向きで、それは確かにあるから。でも逆にそのなんだろう、主翼の着陸した時にこうパカって開くんだけど、うん、あれが見たいから、あ、窓、ああ近く後ろ側の方、後ろの方に行くっていうのもある、うん、あ、なんだろうね、非常口がさ、うん、近いと安心するんだよね、はい、私だけど、うん、逆に扉があるってことは万が一開いてしまわんかなっていう、また変な妄想をしてしまう。なんでだろうね、妄想癖があるのかな私。妄想、中二病だから ね中二病、うん、関連してるはずよ。関連してないし、認識してる中二病だし。まあ、怪しい。中二病だと思う。そこまでひどくないよ。このままね、アンケートした自分の中で中二病の大丈夫だった。自分会議した。会議した。当てにならねえ。ちなみにさ、うん、飛行機の座席がね、なぜかね、なんかリサ、再生されて売られてるんだよね。あ、でもこの前結構最初のラジオの時にさ、うん、話してたんじゃない？いや、この時はね、部品がいろいろ売られてるって。あ、でもこれなの、誰向けに売ってるのか知らないけど、なんかスカイレックスっていう会社が旅客機が取り外されたシートを、まあ、その修復して、うん、なんか販売してるみたいなのね。いや、でもシート売れるでしょ。あ、まあ、書いてあった、特殊なコレクター向け商品のためって書いてある、うん、だと思うよ。コレクター、だってさ、
家にさシート置けるじゃん。うん、置けるして飛行機ごっこできるじゃん。ごっこ。あ、でもさ、これあの、なんだろう、飛行機のシートをさ、あのオフィス用のチェアに仕上げたシートみたいなのもあるよ。うん、いいじゃん。いくらなんだろう。え、お家にこれ置けば。やだよ、高いよ。飛行機マニアのくせに。だって、いやいや、エコノミーで48万だよ。いや、買える買える。いや、大丈夫大丈夫。高いって。大丈夫、休むか。まあ、自分1年ぐらいワンボックス自体買ってそこの座席にシート車の飛行機にしてほら、見てみ、自分だったらまあっていう、もうそうですね。はっきり言い過ぎよね。嘘でもね、買ってやるぜみたいな。いやいやいや、アピールをせんといけんよ。いや、48万は高えよ。え、エコノミーで48万だよ。いや、このオフィス、オフィス好きなくせに。いやいや、好きなくせにって選んでから。いや、さ、石油を、いや、だ、石油を消化してよ。知らんし。好きなら置けばいいのに。うん、いや、でもお高いので、そ、お高いの。でもいつか置くはずよ。いつか置くはず。その時は記念撮影行かないといけないですね。ぜひ、ね。いや、いつか。ね、5年後に置けるんじゃん、もう十分。いやいや、もうちょい、もうちょい早く。もうちょいかな、2、3年。2、3年。あ、そうか、大丈夫ね、有言実行。いや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 。だからね、スッちゃんの圧力。あ、OKOK。そうだ、あの、みんなで、あの、お金出して、あの、ノッチフラップに置けばいいんだ。いや、いいんじゃない。うん、ね、もう、なんとも言えない。いや、なんか自分そこが来ると思わなかったから。みんなで折半して俺の家に置けばいいんだと思ったら、はあ、じゃあ3分の1もらうよって言おうとしたけど、ノッチフラップが出たらさ、あー、そうだ、何も言えない。了解。じゃあちょっと一旦 CM の方に行きまーす、はい。今日はな、話が進まねえな。そうだね。うん、もうやばい、もう時間迫ってますよ。中二病、あの、中二病、中二病がいるから。人のせいしないで。広げたんだよ。いろいろ広げた。そう、思ってることが次々と出てくるさね。わかるわかる。わかるでしょ。わかるわかる。いろいろイメージするじゃないですか。多分クラス J の話題ですけど、もうくだりで、うん、振り落とした時に、久米島路線は唯一1000円出さなくても乗れるっていう裏技があるんですけどね。出さない、いいですね。ミッティさんの、あ、そうか、これ今声、音入るんだっけ、こっちの声って。入ってる。で、なんか、あの、ミッティさん、あの、自動車解体業者が廃車から取った座席に足をつけて。今開けます。はい。中途半端に読んだ。これ、どれぐらいかかる？早いの？Hey, ATIS Information Charlie. Wind 330 at 5. Visibility more than 10 kilometers. お聞きの番組は FM 宜野湾のスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。はい、先ほどツイキャスですね、あの、まあ、座席の話でなんか、うん、あの中二病なすずちゃんので。じゃないからね。話が盛り上がったんだけど。冗談だよ。あの、中二病まではいかない。手前。手前。手前。あの、ギリギリ。了解です。マッキーね、マッキー。少年な心を持っている人。うん、少年の OK。で、追加して、リュアダさんから後方非常口、非常口席の窓側が景色もよく足元広々って。なるほどね、一番後ろで座ったことなかったけど。いや、自分もないっては。うん、面白いかもね。行ってみようかな。トイレも近いしね。ああ、そうだね。で、世田谷のコーラジオさん、MD87 とか MD90 とか前方の席は静かでよかった。これあれ、エンジン、あの、後ろついてる飛行機のさ、うん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 、ケツに、羽根のとこじゃなくて、うん、で、多分それで結構静かなかなみたいな。そうだね、エンジンがついてるっていう感じがあると、うん、やっぱイメージをね、するもんね。うるさい、音もね、聞こえるような感じだし。味噌煮込みスキーさんから、台湾戦、やっぱり1回はトイレ行ったなって、年々近くに。カレー、カレーカレー？カレー。カレー？カレー。ああ、年取ったってことカレーです。ああ、食べるカレーかと思った。そんな、発音が。目の前に字があるじゃん。発音がさ、ねえ、おかしかったよね。ああ、一応書かれてますね。まあ、書かれてはいるけど。気づかなかったです、これは。ミッティさんから、確か精神科医の、まあ、先生のお家の応接セットは飛行機の座席って。
いいね。まあ、もっとね、上の人になったらね、飛行機そのもの中古で買って家で味わえるよね。いや、自宅に滑走路作る人もいるし。そうだよね。もうジョン・トラボルトとかいう、俳優さんが、はい、金だな金だよ。だから石油を紹介してって。なんで私に言うの私に知り合いいるみたいな感じじゃんね。いやいや、なんかいるイメージ一切ないんだけど。いや、なんかサトウキビで儲けてそうな人とかいるんじゃない。いないしサトウキビわからんよねサトウキビって儲けるかな。儲かる儲からない、わかんない。さあ、ここで問題です。やめよ、戻ろう、時間ないよ。はい、さっきの漫才じゃあごめん、じゃ戻ろう、時間がもったいない。座席の話で、ファミコンさん、さっき、ノッチフラップの座席を全部それに入れ替えてもらうって。ほら、やっぱりね、賛成する人がいるんだよ。大変じゃん、椅子あるのに、うん、その椅子壊れてからにしてよ。まあ、これちょっとね、そのうち相談、要相談なんで、ね、店長に要相談しに、ね、うん、全然行ってないけどね、最近行ってないのにこんだけ行かないとね。そうだね、行く理由ができました。はい、はい、じゃあ、ちょっとあれだね、なんか番宣紹介したかったね。あります。はい、明日、あさって、ちょっと飛行機関係ないんですけど、2018年成人振袖フェスタが in 那覇西町であります。8月20日、20日と21日、土日ですね、朝10時から6時まで。で、私のお知り合いが、秋アートという、銀粘土のアクセサリーを、100円で、体験できるっていうブースをやってるので、皆さんよかったら来てください。銀の粘土、そうですね、アクセサリーを作るっていうやつですね。で、いろんなブースもあって、なんかネイルとかハンドマッサージも、あとなんか無料体験ブースもあるし、成人式関係ある子ですね、学生限定ですね、多分。なるほどね、成人振袖フェスタ in 那覇西町。そうですね、西町のどこだよこれ。ね、千代田のところかな、ちょっと住所書いてある。西町千代田ブライダル、うん、あるあるある。どこどこ、ね、こっちに千代田って書いてあるじゃん、ね、千代田ブライダルハウスの振袖館っていうのがあって、まあ、というのがあるらしいので、そうですね、はい、詳しい場所はネットで、はい、ぜひ来てください。私もちょっとお手伝いしてるので。あ、分かりました。はい、ということで、はい、ということで、20歳ぐらいの人しか来れないんですけどね、多分。すずちゃんも、ね、私20歳だったっけ。いける行くんだけどさ、まだ、ということで、はい、明日那覇の西町行ったら、生のすずちゃんが見れるらしいですよ、ということで、やったぜ。はい、で、銀の粘土の銀粘土のアクセサリーを作る体験もできる、はい、そうですね、ということですね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。そうですね、2日です。10時から18時、はい、那覇西町の、千代田ブライダルハウスの振袖館ね、はい、でやっております。建物わかる、でも西町の辺で行ったら多分わかると思います。倉庫みたいな大きいところだかな、さ、多分そこだと思うんだけど、港の辺だよね。うん、時間がないから行こうか。あ、そうそうそう。ああ、そうですね。はい、ありがとうございます。はい。はい。あ、で、まだあと3分ぐらいあるから、ちょっとツイキャスの方で、ミッチーさんから、あの店に飛行機の椅子入れるとなると、ユニック車でないとダメかもって。まあね、多分、いや、でも、そもそも、入るかな。入らないと思うよ。めっちゃ狭くなるはずよ。あ、でもどうにかしそうじゃないですか、あっちの店長たちなら。いやだって、ヘリコプターの胴体、体験コーナー作ればいいんじゃん、シートのパインジュース特製のパソコンが特殊な匂いがするから。パソコンから特殊な匂いって何。いや、どういう、ノッチフラップで、あ、体験の昔の MacBook でフライトシミュレーターやった人だったら分かる特殊な匂いが。そうなんだ、うん、カゴ、ね、はい、カゴ。あ、なんか今、世田谷のコーラゼロさんから DC9 で昔後ろから攻撃したことありますって。
面白いね、飛行機普通、うん、あの前から乗るさ、うんうんうん、まあ、後ろからこう木っていうのが降りるっていうのができるみたいですね。空軍一号さん、 VAR のシート座れずに終わりそうって。そうなんですね、VAR がなんかいきなりなんだろう、先週から運行停止ってなって、うんうん、で親会社の方になんかい、あの遺憾、まあそんな感じだったかな、なんか吸収合併じゃないかな、なんか那覇線もどうなっちゃうんだろうね。那覇就航したいんですか、休止って聞いてますよ。あれも休止、休止って聞いてますよ。あー残念、うん、なんだろう、なんか急にだよね、急に、うん、ついこの間あのわーい、あの VR で台湾那覇線就航だと思って、うん、しばらくしたら休止って、なんか見た時もびっくりしたもん、と、うん、早いね、うん、確かに。そう、あの VR 自体が呼吸したから、那覇線云々だけじゃなくて全体、全部ね、そうそうそう、だから結構びっくりした、うんうん、まあね、いろいろ、まあそれはとりあえず、では、はい、置いといて、はい、はい、ツイキャスいっぱい来てますけど、うん、ミッチーさん、VR トランスアジアにまとめられちゃうそう、あ、うん、熊が出る空港でと、熊が出る空港だった。あそことか、例えば熊本空。あ、そのままじゃん。いや、そのまま。でもさ、飛行場に熊が出るのかな。いや、でもさ、あの例えばあのソラシドエアの、あの、うん、と、あ、ソラシドエアの熊本の、あ、分かった、うん、そういう意味ね、と一緒で撮ったら結構面白いなとふと思ったんでね。うん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 、それ見たかったですね。はい、はい、じゃあ、ではこ、今夜も FM ギノワ飛行機アラインドをお聞きいただきありがとうございました。この後22時からは DJ マシャワールドです。引き続き FM キノワンをお聞きください。この番組は空撮をもっと身近に、かりゆしエア、航空ファンが集まるお店、那覇市境町航空バーノッチフラップの提供でお送りしました。はい、あと何秒とか、ミッチーさんのさっき言ったクマってそのチトセで5秒北海道のことね、本物のクマかよねお疲れ様でした。あ、フライサビ言い方は北海道なら普通に言って。あ、そうか、あ、今入ってっちゃった。お疲れ様でした。いいね、本物の。せっかくだったら本物のクマと、その、クマモンと、クマモン入りのソラシドエアと、あれだよ、VAR のクマ。ベア。忘れもない？お疲れ様でした。終了です。話が止まらなかったですもん、余計な話中二病がいいから、みんな中二病。お疲れ様です。ゲストが今日は2名2人です。 2名オンリーです。お疲れ様です。お疲れ様です。始まるよ早く。余裕持ちすぎだよ。危ないよ。危ないよ。もうすぐ始まるよ。本当危ないよ今の。余裕、あっちで引いてる余裕ないよ。余裕ないよ。危ない。余裕ないよ。危ないよ。危ない。